こだわり女子のための異次元空間マガジンヌーマンをご覧の皆様、こんにちは、結城和也です。久しぶり、確か二十歳の同窓会の時ぶりだよね。あ、そっか。あのさ、今伝えないと後悔すると思うから伝えてもいい？小学生の頃から好きでした。もし今お付き合いしてる人がいなかったら付き合ってください。はい、久しぶりに会った女の子ということで、やらせてもらったんですけれども、今ちょっと汗が半端ないです。そんぐらい緊張しました。でもなんか少しでもああいいなと思っていただけたら嬉しいです。以上、結城和也でした。ありがとう。